抱き寄せて、ここから。ラーラーラー。いいか、それで。両足して膝をひっくり返して、た、しょ、はい、おはようございます。今日も白ひげコンテンポラリー、オンラインレッスンやっていきましょう。今回はコンビネーション。最初にまず、そうだね、完成形を見せようかな。どうする？座ったとこか？はい。体重乗せて、ここから。ラーラーラー。いいか、それで。両足して膝をひっくり返して、しょ、これをやっていきます。細かく説明していきますね。まずは、はい、そう、少し広めな状態で、真下に、そう、ゆっくり下がると、どうしてもどう、こう、前に行きがちなので、もう腰を、お尻の力抜いて、膝の力抜いて、真下に突き刺すやん。そして背中がまっすぐ。この状態で、はい、腰でもいいし、股関節って意識の人もいるかな。どちらもいいんですけど、腰を揺らすことによって、肘肩を緩めて、軽く手を揺らしましょう。右手すぐ左手。まずはこれから連続でしてできるように。はい、体重は細かく、ちょっと両足なんですけど、ちょっと、右足、左足。はい、自分の中で、その体重移動、意識を持ってるといいかもしれないですね。なぜなら次に、次、左に一気に乗るんだよな。左に乗りながら、今度は左なので右足は自由に乗ります。右足は、イン、少しこういう、このひねりに対して、それに逆らわず、右足もさらにひねっていく感じ。さあ、で、タン、タン、タ。さあ、で、右足を遠くに伸ばしたら、そのさらに10センチ遠くに体重を乗せるようにして。はい。そして手は、右肘緩めた状態で上げてきて、後から左手を上げてきましょう。さあ、そして一番高いところからフリーして、また左に戻ってきます。その時の手の軌道がちょっとややこしいです。まず最初に左手だけ。左手は、そう。ちょっと S の字を書くよね。ここから、斜めから、体に最後に巻きつけちゃいました。右手は、ここから、上げたところから、下がってきます。背中の後ろから上げていきましょう。そう。で、ここで、多分これ以上も上がらないと思うので、ここで肩を緩めて、ひっくり返して、今度左の付け根を目指して、左足の付け根を伸ばして、こう打っていきます。そしてそこから、お腹をえぐって、後ろから鏡の方。で、そこから、右肘に引っ張られることによって、右手が上がってきて、そのまま上に伸ばしていきましょう。これまず一連の動作になりますね。ドン、タ、タ、タ、ラ、右肘、後ろから、左手を巻きつけて、緩めて、えぐって、さあ、僕、いとこかな。せの、ダンダンダン、ラ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 、ダ、ラ。そしたらそこから、一気に下に、真下に下がってきましょう。下がって手をつく。こう前に突こうとするに、しっかり上げて、その落下させるためには、一応最初からちょっとチェックポイントを押してと、しっかり
あげるからこそ、落下っていうエネルギーが生まれてくるので、これを中途半端にしないで、しっかり自分の中で一番高いところを到着させて、さあ、そこから、はい、ちょっと手に体重を乗せて、右膝、右のお尻、左のお尻、左の膝に右膝を重ねます。うん。これで、一気に落ちちゃうと転がれなくなっちゃうんで、右乗りながら、そう。そして合わせたら、この右膝を右手で開きましょう。でも体重は左に乗りながら、で、意識は左に残しながら、右膝だけ向こうに行っちゃう。はい。で、右の顔と右膝遠ざけるような、それで今度右に乗っていきます。さあ、そこで、で、ここで落ちたら、ここで終わりにせずに、この落ちていくエネルギーを使って、今度左足を振りましょう。うん。振って、はい。振って、この、この床につく跳ね返りを利用して、左足を振る。さあ、で、起こしてくる。はい。で、結構ね、このね、この足を振る。そんなんできねえよって、ちょっと、思うかもしれないので、これはね、意外とおまけなんです。ここから、俺たちまずやっぱり右手に乗ることが大事ですね。右手に乗るからこそ左足が自由になります。ここで上げようと思っちゃうと、ここで力が入ってしまうので、とにかくまず力を抜いて振る。そして、体重を乗せて、着地。右手に乗って、両足着地。これが大切です。チェックポイント。このね、ここからやっぱりこの、片手に乗るっていうのを、なかなか、慣れてこないと難しいと思うので、うん。かといって、力ではなく、どう、体を、体重を乗せるかなので、うん。で、だいぶこの片手に乗れるようになってきたら、大いにこの足を、振ってみましょう。おっと。悪い日本さ、ここからこういう流れに左足を乗せる。さあ、そして左に乗ってきたら水平に、そしたら次にまた行けるので、ここまでずれてですね、ちょっとカウントでいこうかな。5、4、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、ドン。左もやってこうかな。左ゆっくりいきます。ドン。今度は、左、た、た、あ、と、た、た。今度、左足を閉じて、肘、手、右手は S 字、左肘上からひっくり返し、右の付け根をえぐって、はい、と、と、今度は左足を後ろに引きましょう。そして、左膝を開いて、ここから今度は右を振って、上げて、で、戻します。そうそうそう。もう一回かかそれ、うん。ラ、ラ、ラ、ソ、ハ、ハ、ト、ン、ン、ラ、ロ、ラ、ハ、ポン、ン、ン。よし。今日も結構疲れるね。手で床をね、押す。あとこのね、床を転がるっていう感覚も自分でちょっと試行錯誤しながら、だんだん滑らかにできるようになるので挑戦してみてください。はい、今日は以上です。毎週土曜9時半から10時40分、1時間10分のこのオンラインレッスンでは、こういったような振り付け、長いコンビネーションではなく、できる限り体重移動のことだったり、
細かいアームズの使い方だったり、そういったシンプルな動きにフォーカスを置いて、時空レッスンをしています。もし興味ありましたら、LINE、僕の公式 LINE が登録の上、そこから連絡ください。そしたら、Zoom のリンクをお送りしているように、お送りをしています。僕は普段、都内のいろんなダンススタジオで教えてるんですけど、なかなかどうしてもね、都内っていう限定された空間になってしまうので、もっともっといろんな全国のね、世界中の人と、いろいろこんなダンスのレッスンができたらなと、夢を膨らませているので、どうぞお気軽にご連絡ください。ありがとうございました。またね。